私たちがご紹介するのは金シャチ横丁でござりまする。金シャチ横丁は2018年3月にオープン。多くの飲食店やお土産店などが立ち並んだ商業施設なのじゃ。名古屋城正門前の吉直ゾーンは初代尾張藩主徳川吉直様にちなんで名付けられましたぞ。テーマは伝統・正統。名古屋城築城にも使われた基礎の木材を使用した町並みに、味噌カツ、手羽先、きしめんなど有名な名古屋飯を存分に味わえる飲食店が並んでおりまする。一方、地下鉄市役所駅前の宗春ゾーンのイメージは七代目尾張藩主徳川宗春様じゃ。テーマは新風変化。おしゃれな街並みで趣向を凝らした一品に出会えまする。写真映えすることでも人気で SNS でも話題沸騰なんじゃ。金シャチ横丁では毎月第2土曜日曜の宗春街道市や毎月第3土曜日曜の尾張徳川花の市をはじめ催しもたくさん。夏のバーベキューなど季節のメニューも楽しめまするぞ。皆様、ぜひぜひ愛知名古屋の金シャチ横丁に遊びに来るのじゃ。私たちも盛り上げてまいりまするぞ。